左のリードパンチをもっと出せと、接近した時に左右を突き上げろと、こういうふうにアドバイスしております。八百田さん、はい、2回の防衛戦をしております輪島ですけれども、今回が一番やはり苦戦ですね。苦戦ですね、はい。さあオリベイラチャンスです。ロープに詰めました。左右のフック攻撃です。輪島抱きついています。輪島側から抱きつくのは非常に珍しいことであります。フリー攻撃、必要なまでのフリー攻撃。輪島ではいますが、よくボディに返しています。輪島ミスブロー、オリベイラです。この辺りもやめてちょっと力んでるんですね、はい、確かに力んでますね、はい、みんなストレート、みんなストレート、うまい。輪島ロープに詰まっています。体勢を入れ替えました。チャンピオン輪島苦戦、オリベイラ優勢に試合を進めています。左のフックです。ミノストレート、オリベイラボディ攻撃は輪島でやります。ちょっと八百田さん、いつもの輪島らしい力強さってのはちょっとないような気がするんですがね。ただね、はい、もう少し僕は間合いを取ったり取らなかったり、その出入りをうまくいろいろやったりですね、はい、今みたいに同じところにいるから右アッパーもらっちゃうわけですよね、はい、出入りをもっと早くしたらいいですよね。早くも輪島の右の目がちょっと腫れてきたような感じでやります。パンチを受けているのでありましょう。左右のボディ攻撃、右の服を思い切って打ちました。オリベイラ、試合前、オリベイラ陣営では勝負は五分五分と言っておりましたが、優勢に試合を進めています。ボディ攻撃、左右のフック、オリベイラ右のストレート、ボディを返しますが右のフック、輪島の反撃です。左のフック空振り、あ、体勢バランスを崩したところ危ない。オリベイラのこれといった決定今のところ出てませんか。出てないですね。出てないですか、はい、シェイガードが硬いですね。ガードが甘い、はい、赤コーナーに押しやります輪島。左の服、右の服、右のストレート、ワンツー、危ない危ない、ドング。このラウンドもオリベイラですね。このオリベイラ、八百田さん、はい、アマチュアで48戦して45勝2敗1つの引き分けと、はい、アマチュアの経験が長いんですけれども、それが生きてますね。生きてますね、はい、確かにうまいし、ガードも硬いですよね。確かに打たせないで打ってますね。輪島、昨日の記者会見で打たせないで打つボクシングをやると言っておりましたが、まず今のところ防戦に回るシーンが多くなっています。じっくりとボディを攻めます輪島です。動きます、右のアッパー、右のアッパーですね、はい、右のフから左のフック、左のフック、打たれながらもボディへの攻撃が多いですね輪島。いいことですね、いいですね、はい。ニュートラルコーナーに詰まったのがオリベイラです。左のフック、輪島の攻撃です。しかしカウンターが待っています。左のフックは空振り、オリベイラ、そうそう、この回はいいですね。オリベイラ疲れたんでしょうか。それとね、はい、相手の打ってくるところを急に反らしてますよね輪島君が。これがいいです。このラウンド反撃に出ています輪島。接近戦です。オリベイラ、ボディから顔面に返しました。
は山田さん、わざと殺してるんでしょうか。そうですね、はい、次回 このまんまグッと入っていったとカウンターもらいますからね、はい、和島君は、危ないですね。これは気をつけなきゃいけないです。右のストレート思い切り出してきますからね。そうですね、しかし威力はなくなりましたね。この回はちょっと疲れましたか、はい、オリベイラこの回はちょっと休んでるような感じもしますね。15ラウンドの長丁場は初めてでやります。連のフック、連のフックでやります。右のボディ攻撃、連のフック、左のフック、上体をくにゃくにゃ動かします。輪島独特のスタイルでやります。体勢を入れ替えました。左のアッパー、リベラワンツーワンツー、はい、右のフック、左のフック、輪島の構成、いい右のストレート打ってますね、はい、和島君のラウンドですね。うまい選手だけにね、はい、裏をかけるわけですよ、相手の攻撃の。和島4、5ラウンドの寄せを勝って一気に攻めようというところであります。しかしオリベイラ元気ですね。今のも八百田さん一種のフェイントでしょうね、はいはい、これで和島君 だいぶ余裕が出てきた証拠ですよね、はあはあ、こういう格好ができるということは余裕が出てきたからできるんですよ。左のボディ攻撃、左のフック、小さなパンチ、和島を送ります、顔面に送ります。右のフック、左のボディ攻撃です。左、右、山下さん、おそらく輪島陣営としてはですね、はい、この変則ボクシングでその、はい、相手の度肝を抜くのが作戦だったと思うんですけれども、はい、まだ戸惑うまでには行っていませんね、オリベイラ。行ってないですね、はい、リングの中央です。右、左、これは空振りです。いいですね、輪島のパンチは重いパンチ、そしてオリベイラのパンチは切れるパンチ。試合は6ラウンドに入っています。怖いところはパンチを出すときは思い切って打ちます。左のフックは輪島、右のボディ攻撃です。相手の目を惑わそうという輪島です。オリベイラの左、今のところまだ変わってませんか。ただスピードもなくなりましたね、やや落ちた、はい、左がよく出ますオリベイラ。これをやられると戸惑うわけですよね、オリベイラとしても、はい、しかしオリベイラの顔面も赤くなっております。6ラウンドほとんど時間がありません。ゴングです、輪島君ですね。